カフェに友達とおしゃべりしながら絵を描いていくというイベントです。お客様は絵を描くのは中学生ぶりという方々、ほぼ全員初心者です。ペイントパーティーを運営している木村聖子です。バーやレストランの一角でペイントパーティーを開催しています。難しそうだなと思われる方が多いんですけども、講師が絵描き歌のようにライブペイントをしながら順序立てて描いていきますので、全く絵を描いたことがない人でも簡単に描くことができます。厚さだけ変わってくるので、それだけ注意してください。ロキャと申します。メキシコ出身です。日本に来て17年です。お酒を飲みながら絵描くって仕事あるのすごく楽しそうと思って絵を教えてます。絵は苦手でもお酒の力で楽しめます。持ち物は必要ございません。で、絵はもちろん持ち帰れます。うまくできた気がします。なんかできた。お酒と一緒に楽しみましょう。 Enjoy Creativity。